次に福井康樹さん。福井康樹さん。日本共産党の福井康樹でございます。通告に基づきまして質問いたします。宮津市の人口は最高時36,200人でありました。これが年々減少しまして、現在19,415人になっております。これはまあ1月末の時点ですけれども、まあ、こうした現象というのは、まあ、東京を除く全国で現れております。これは自民党政府が地方を切り捨てる東京一極集中という政府の姿勢にあります。まあ、こんな中で安倍政権は地域創生法を作り、各地域の中小業者をはじめとした支援策を決めました。しかしこの支援策は地域の発展にしっかり結びつくかといえば必ずしもそうとは言えないと思います。そういう中身を含んでいるというふうに考えております。例えば拠点を作るというふうに言われていますように、こうした地域全体をどのように再生していくのかという点で欠落しているように考えています。またお金のばらまき的な要素もあります。ですからこの制度を活用できるところをしっかり活用して、この宮津では宮津での地域再生に取り組むことが求められているというふうに考えます。私は宮津市が27年1月20日に政府に提出した地域再生計画と商工会議所が出したまちづくり会議中間報告に関連し、特に浜町を中心にしたまちづくりについて質問をいたします。まず浜町のまちづくりの基本的な考え方について伺います。今建設を進めております道の駅ですけれども、これは3月末の完成で進められております。あと真心市横の商業施設と三河の庭園周辺の、にぎわいまちづくりというこういう2つの、計画であると、理解しているんですけれども、間違いありませんか。この点を伺います。森口自立循環室長。今議員からは道の駅の範囲についてのご質問というふうに理解をいたしております。まず道の駅の登録要件について少しご説明をさせていただきたいなというふうに思いますが、道の駅には3つの登録の要件というものがございます。1つには情報発信の機能、2つには24時間利用可能な駐車場トイレということ、そして3つ目に地域振興機能、この3つが必要ということでございます。で、今議員お尋ねの浜町での道の駅のエリアといいますか場所のことでございます。市としましては現在整備中の観光交流センターで、この情報発信機能と24時間利用可能な駐車場とトイレ、これを確保するということ、そしてまた真心市の部分を地域振興機能と位置づけまして、道の駅に登録をしていこうと考えておるところでございます。なお、立体駐車場につきましては、24時間利用可能ということにはなりませんので、道の駅からは外していこうという考えでございます。また今後、商業施設が整備されました際には、これも地域振興機能として道の駅に登録していく予定ということにしてございます。それから議員お触れの公園といいますか憩いの場という部分でございます。これについてはこの今申し上げました道の駅と一体的に市民でありますとか来訪者の皆さんが憩い集えるような場にしていきたいなということで、一定その手こ入れも必要かなと思っておるところということでございます。福井康樹さん。それでは商業施設についてですけれども、
まあ、そのさっき言いましたように商業施設とその海側のにぎわい作りという計画なんですね。でその商業施設についてのこの建設といいますのか、これについての時期ですが、これは商業施設を作った後に海側のにぎわいの空間づくり、ゾーンづくりをするということか、それともその商業施設を作ると同時にですね、そのにぎわいづくりを合わせて作るのか、その点はどうなんでしょうか。森口自立循環室長。商業施設とにぎわい施設の部分のスケジュールということでございます。ご承知いただいておりますように、商業施設の方については、宮津まちづくり会議の方で今ご議論をされておるということでございます。この28年度までに、その商業ゾーンの、見える化を図っていくということで、先日も中間報告がなされたということでございます。商業施設については28年度を目途に、見える化を図るということでございます。一方、そのにぎわい施設の方でございます。公園の部分でありますとか、海の部分ということであります。これについては今まちづくり会議で、これもワーキンググループというようなことで、さまざまなご意見をいただいておりますが、一度にということは、なかなか難しいんだろうなというふうに今思っております。まちづくり会議の中でも今いろんなそのアイデアをいただいて出されておる段階でございますが、これをどのように実現に向けていくかというご議論をされておる中で、まずはということで商業施設を28年度まで、それとその後といいますか、計画自体は並行しながらということでございますが、整備ということについてはその後という考え方でございます。福井康樹さん。今出ましたその28年度というのは、これは28年度中に完成するという意味ですか。森口自立循環室長。ちょっと抽象的な表現で、見える化というふうに申し上げております。これはまちづくり会議の方で、発信をされている言葉というふうことなんですが、私自身もの理解といたしましては、見える化ということですので、完成形が出来上がっておるというふうに理解をいたしております。福井康樹さん。完成ということですね。それですね、28年の12森口自立循環室長。その28年度に、先ほども申しましたように、見える化ということです。で今まだこういった規模、大きさ、こういったデザインのものが立ち上がるというところにまでは至っておりません。今現在も議論中ということです。でそれがどういう形になるのか、いやいや例えば今の真心市プラスアルファになるのか、いやいや最初もう少し、リセットしてということになるのかということも含めてまだ議論中ということでございますので、その28年度出来上がるその見える化の完成形自体がまだ分かりきっていない中ですので、仮説的にやっていくというのも一つあろうかと思いますし、最終的な完成と見える化という表現にさせていただいております。福井康樹さん。それからこの、商工会議所が担当しておりますまちづくり会議のこの内容なんですけれども、審議員のメンバーが全部その業者になってますね。その例えば先ほど言いましたように、浜町の、その海側の庭園づくりについても、この市民の憩いの場所であるとか、あるいはその、子どもとか、あるいは家族が、楽しめる場所、そういう構想も含まれておりますよね。でそういった時にですよ、この一般市民の方の
例えば女性とかお年寄りとか、あるいは子育ての若い人とか、あるいは障害を持った人などをね、の意見をしっかりこの取り入れるような体制が必要ではないかと思うんですけれども、まあ、そういう点から言いますと、そういう人たちのメンバーをね、そこにまちづくり会議に加えるということが必要と思いますが、いかがですか。森口自立循環室長。まちづくりを進めていくためには、議員おっしゃいましたように、市民と一緒になって、これを取り組んでいくということが重要だということでございます。当然まちづくり会議の方でもそういった認識をお持ちでございます。でそうした中で幅広く、意見をもらっていこうということで、今まちづくり会議の中でも、ワーキングメンバーというような形で組織もされておられまして、その中でアンケートを取ったり、市民等の意見も取り入れながら今計画を進められておるということです。現時点においては、まだまだゾーン設定がなされた程度という段階でありますので、具体的なイメージ作りはこれからという中でございます。こうしたことから、その今現在すぐさま委員を拡充をという議論にまでは至ってございませんが、議員お触れになられましたように、男性も女性も若い方も少し高齢の方も、バラエティーにといいますか、富んだ多角的な視野を持った方々で今まちづくり会議なりワーキングメンバー構成されておるということで、今現時点でもいろんな意見は取り入れられるような状況にございます。ただ今後もう少しそういった意見をということで進めていかれるものだというふうに思っております。福井康樹さん。言われましたが、それではメンバーの中にすでにそういう消費者とか女性とかいう方は業者以外にあるんですか。森口自立循環室長。基本的には今の基本的な考え方といいますでは、団体であったり事業所さんであったりというのが、ほぼ中心的なメンバーです。でその中で先ほど申しました、いろいろな多角的な視点を持たれた方を、に入っていただいておるということでございます。今それが現在の状況ということでございます。福井康樹さん。その団体というのは言われましたけども、これは業者団体なんですか、それ以外の団体なんですか。森口自立循環室長。業者団体というちょっと表現が分かりにくいんですが、事業所さんもいらっしゃいますし、当然会議所さんを中心に、その会員さんでありますとか、交通機関、それから商店街の方、役員さんであるとかいった方々、それから申し上げましたような、事業所さんですね、小売店舗であるとかいった方々、これ全部で30数名いらっしゃるというふうに思います。これについてもこのメンバーも含めて、商工会議所のホームページの方に、アップされてますので、見ていただいたら、いろんな方々がいるんだなと、多角的な視点から物事が考えられる方だなというふうには、ご理解いただけるのかなというふうに思っております。福井康樹さん。今答弁いただきましたが、やはりですね、業者の団体や業者に限られているというふうに感じました。ですからそんな難しいことないと思うので、そういうその消費者の方だとか、さっき言いましたようなそれぞれの、代表するような方を、一般の方をぜひ取り入れてメンバーにしていただきたいなと思います。次に商業施設を運営する体制づくりですけれども、この間まちづくり会議が8回開かれたと聞いておりますが、この運営に携わる体制の見通しとその中身ですが、何よりも大事なのはこの宮津の業者が主体となって運営されることが非常に大事だというふうに思います。また同時にですね、資金力のない業者も入れる仕組みづくりが必要だと考えておりますけれども、この点どのように考えておられますか。
森口自立循環室長。運営主体づくりの、見通しについてというご質問です。そのまちづくり会議においては、町中の活性化に向けた中間案ということで、ちょっと先ほども申し上げましたが、2月16日に まとめられたということです。その中で、浜町の商業施設のコンセプトを、海の京都の台所と、されたところでございまして、この具体的には農産物でありますとか、水産物、これらを中心に、この地域ならではの商品を買ったり食べたりできる機能を目指して進めていくということにされたところです。これを実現していくために、近々にも実際の運営を担う中心人物の公募に踏み切るということになっております。議員お尋ねのその運営主体づくりにも今まさに着手をされ始めたというところでございます。でここでいう運営主体といいますのは、商業施設をグリップするといいますか、いわゆるオーナーのようなイメージでご理解をいただきたいなというふうに思っております。でまた議員からは、この運営主体の中に資金力のない事業者も参画をと、そういったご意見もございましたが、現段階ではどんな店でどんな規模のものを作っていくかということが、先ほども申し上げましたように、決まりきっていないという状況でございます。今後の展開をということでご理解をいただきたいと思います。挙手をお願いします。すみません。福井康樹さん。この間ですね、ある、共同組合に入っておられる方とのお話をした中でですが、市役所の方からその商業施設についてのに入る話もあって、その中でですね、の本人が言っておられる内容なんですけれども、その入った場合にどのような条件で、あるいはどのような負担があるのかというようなことが一切このどんが言えない、言ってくれないというようなことを聞きました。ですからやっぱりそういう場合にですね、納得、本人さんが納得いくような、また前向きにその施設に、商業施設に入れるようなですね、話をしっかりしていただくことが大事だと思うんですよ。その点を言っておきたいというふうに思います。次にものづくりについてですけども、この宮の産業を発展させるためには、この前も言いましたけれども、業者のものづくりの力をどう強めるかということが必要だと思うんです。この今度の問題で、ものを作るというそのものについてはね、比較的できると思うんですけど、業者がぶち当たっているのは、そのものを作った時の後のこのどんなデザインするとか、どんな箱にするのか、どんな包装にするとかにね、そういうところにぶち当たってるんですね。だからこれは前にも市長にもちょっと言ったと思うんですけども、市長はそれは業者に頼んだらいいじゃないかと言われました。でそうじゃなくて、なかなかそれが業者に頼んでも、それがなかなかその値段のこともあるし、あるいはその時間的なこともあるし、気軽に相談できないというのがあるんですね。なかなかだから商品化が進まないというのは現実なんです。ですからこの問題については、例えば宮津市がそのデザイナーを雇うとか、例えばなんですけども、またデザイナー業者と提携して、そこを業者が利用したらそれを支援するとか、またそのものづくり、市の中にものづくり推進室を例えば作るとかね、そういう具体的にな、しかも業者は系統的に相談できるような体制が取れないかというふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。松崎産業振興室長。パッケージデザインに関わります、支援なり支援体制についてのご質問をいただきました。平成22年度からものづくりの、ソフト、ハードの両面支援としまして、特産品等振興事業補助金を
設しまして、パッケージデザインにつきましてもそのソフト事業の中の一つとして補助金上限20万円を点にしまして今支援をしておるところでございます。また25年度末には6次産業化や地産地消地産地消などを強く推し進めるために農林水産、流通消費商工観光金融教育行政の各分野の28団体で、構成する農水商工間連携会議を、設立しました。この会議がものづくりから、販路開拓まで伴走支援する役割を持つものづくりの支援体制というふうに考えております。現在この会議の中で、事業者と一緒になって、商品作りを進めておりまして、この商品作りを進める中でパッケージデザインの相談、また先ほど申し上げました補助金制度の紹介等も、実施しているところでございます。以上でございます。福井康樹さん。パッケージデザインの相談ということで、上限20万円ということですが、この間例えば去年1年間でどれぐらいの利用があったんでしょうか。松崎産業振興室長。失礼しました。26年度につきましてパッケージデザインでは3件補助の申請がございまして、採択をしたということでございます。福井康樹さん。今言われましたようにね、非常に件数が少ないんですよ。だから今の状況に対してこの本当にその地域おこしていくものづくりを発展させていくという点で言えばですよ、やはりもっともっとこれが活用できるようなそういうことが必要だと思うんですね。ですから先ほど言っておりますけれども、やっぱりこのものづくり推進施設のようなね、そういう体制を取っていただければありがたいなと思います。問題は業者が悩んでることに対して適切に答えていくということなんですよ。だからいろいろ宮津市もたくさんこの間やってきておられますし来てますし、それはそれで大事なことなんですが、やはり業者がそれをしっかり利用できるような着実にその営業が全体として経済を進んでいくような、あるいは業者数が増えていくようなですね、そういうことに結びついていかないとダメだというふうに思うんで、この点ぜひ検討をお願いしたいと思います。次にですね、商工施設をどんな内容にするのかとか、あるいは海側のにぎわいづくりについてのことなんですが、この間まちづくり会議が、で討議されたということなんですけれども、その中でですね、特徴的な意見、提案とか、そんなものはどんな内容があったんでしょうか。伺いたいと思います。森口自立循環室長。さまざまな意見がいろいろあったということです。で、特徴的な意見といいますか、最後、まとめられた意見、アイデアといいますか、コンセプトといいますか、それを申し上げさせていただくということで、お許しをいただきたいなと思うんですが、特に浜町なり、浜町地区、この町中といいますか、そこの目指す方向性ということです。これは地域資源を活用して、人が集い、行き交う、にぎわいのある場所づくりということです。そして、その浜町地区、もう少しこう、フューチャーした浜町地区ということでの理想像ということですが、これは家族みんなが一日ゆっくり楽しみ、五感で
宮津を味わえることができるエリアの構築ということです。特徴的な意見さまざまありました。その中で、これはコンセプトとしてこう決めたということでございます。それからちょっと先ほどアンケートのお話もちょっと申し上げました。その中ではアンケートも450ほどのサンプル数があるようでございます。おっしゃいましたその特徴的な意見ということでは、やっぱり水産物、海産物を食べれるような、買えるようなということが一つと、公園あたりは芝生でゆっくりできるところがというようなことが多かったというようなアンケートの調査になっています。特に、綾部、福知山、そちらの方からのアンケートもいただいておるんですが、特にその宮津の水産物、海産物が食べたり買ったりしたいなという、意見が特徴的にあったなというふうに思っております。以上です。福井康樹さん。今言われた、内容というのはまさにその、中身的にはね非常にいいものだというふうに思いますけれども、特に言われたその海産物を中心という点ではやっぱりこの地域の、その漁業新鮮な魚を生かしたその商品の販売とかあるいは食べることだとかそういうことにもう非常に期待が高いと思いますので、この地域ならではのものをここでしかその食べれなかったりこの地域にしかないものを味わってもらえるようなことについては非常に賛同できますのでですね、そういう方向でのあれをしっかり取り入れていただきたいなと思います。それから公園についてですが、芝生 のところでゆっくりできるというだけでなくてですね、その地域を本当にその文字通り家族が、ゆっくりでき、この憩いの場となるこういうこのものに文字通りできるようにしていかなきゃならないと思うんですけど、その点で言いますと一つはコンサートがねこの公園でできるような屋根付きの、そういうのをする必要があると思うんです。これについてはですね、宮津にも若い人たちのバンドとか今そんなによくたくさんありませんけども、あるいはそのバンドがあったり、それから楽器なんかでも琴とかあるいはフルートとかですね、そういうそのあるいはその合唱団があったりしますわね。そういうのが日常的にそこでこの練習もなりその周りの人に聞かせられたりするようなそういうこともね合わせ持つような場にしてはどうかというふうには考えるんです。だからそういうものはわざわざですね歌詞を読んだりあるいはその有名なそういうバンド、そういうようなどういうんですかバンドですねいわゆるプロのバンドそういうものを呼ぶというのは非常に高くつきますので、やっぱり地域の資源というのはそういうものも合わせ持つ、そういう皆さんのですね市民の持っているものを しっかり引き出していくというのもこれもやっぱり地域おこしだというふうに思いますので、また踊りなんかもですねありますわね。それからフラダンスとかいろいろありますや、敬老会でも上等会館で毎年行われますけどフラダンスもしていただきましたが、あるいは太鼓があったりね、そういうのもやっぱりしっかりその場で楽しめるようなことも合わせて作れるようなものがあったらなと思います。それからこの間市長も言っておりましたけれども漁師町のですね地域天ぷらとかかまぼことかあるいはちくわとかねそういう練り製品が立ち並ぶね通りにしたいんだというふうに言っておりましたね。あるいはその橋立で
売られている商品がこの宮津の地域で全部作るというになれば、非常にこれは大きな経済効果が出るんだということを言われましたが、その言われていますが、この間、まあ、ずいぶん前に私、3年も4年も前に聞いたんですが、必ずしもその市長が言っているようにですね、スピードでこの間進んでいないと思うんですけども、その点市長いかが、そこら辺どう考えておられますか。井上市長。今、お話しいただいたような方向ですね、進めていられて、どんどんとそういう雰囲気が町全体に出てくれば非常にいいなと思っているところですけども、やっぱりやっていただくのは本当に市民の皆さんがですね、立ち上がってそういう方向で行こうというふうにしていただかないと、なかなか大きくは進めていかないんだと思ってまして、まあ、その辺で本当に市民の皆さんがベクトルをですね、一つにしてですね、本当にそういう方向で宮津の町を活性化していこうという方向でどんどんと立ち上がっていただいて、そしてどんどんとですね、やっていただければ、またそれをまた市の方がバックアップをしていくというふうな形になれば、もっともっと進んでいくと思いますので、市民の皆さんの立ち上がりというのを期待をしているところでございます。福井康樹さん。今市長が言われましたけれども、それは、まあ、市民がそれを受けて立て、主体になってやらなきゃならないというのは分かるんですが、その随分前からそういうふうに言われとった点から言いますとね、なかなか進んでいないその原因か、それはどこにあるんでしょうか。井上市長。いろいろと原因はあると思うんですけども、今申し上げたようなところへんもですね、一つの大きな要因だというふうに思っておりましてですね、やっぱりその率宅同時といいますか、市民の皆さんもこうやろうという方向が出来上がったときに、またこちらの方もうまくとですね、鶏の卵をですね、外からこう立ち上がってくるのと、外からこうくっついてですね、早く出してあげるのというのが、こういうふうな、うまくその市民の気持ちと、やっぱり行政側の気持ちがですね、うまくこう、だってですね、一緒になってこうやれるような、そういうふうなところをやっぱりやっていくのが一番ではないかなと。やっぱり行政側が公正、合わせというのも非常に大切ですけども、やっぱり市民の皆さんがですね、こういうふうにしてやっていきたいというのを、やっぱりまずは大きく尊重してですね、そして一緒になってこうやれるようなことができれば一番素晴らしいと思いますので、またそれが市民共同だというふうに思ってますので、よろしくお願いをしたいと思います。福井康樹さん。この街づくり、その駅の道周辺を中心とした街づくりですが、非常に産業の発展と地域産業の発展が非常に難しい点はあるんですけれども、言われてますように、その浜町を起点としたこの町づくり経済の発展という、こういうことが言われてます。そういう点で言えば、今進められている構想の中でですね、観光客がどんどんそのあそこの道の駅周辺に集まって、そしてその例えばこの近辺のいろんな飲食店がありますけどね、ミンプルなんかもあるんですが、それではとってもですね、この賄いきれんというぐらいにならないと、もうその食べるとこないやないかと、どこ行ってもいっぱいになっているとね、いう中でそういう状況をつく、それが続いていけばね、ここで商売をしていこうかという人が増えていくと思うんですよね。だから今回の計画というのは、まさにそういうような状況をどうしても作るということが必要だと思うんですよ。そういう点で、この必ずそのなるようなですね、やっぱり裏付けのあるしっかりした内容にしていただきたいなと思っております。
宮津市が言っております、まあ、市長も言っておりますけれども、あの地域循環型の経済、これを作っていくということをしっかりですね、あの進めて、いただきたいと思いますし、私も、努力して、皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思っております。以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。